笹宗谷厚元禄十一年六月三日は、江戸時代前期の僧、儒学者。水戸藩主、徳川光国に仕えた。号は十区、字は古木、陽名は島助、通称は助三郎、スケサブロ物語、水戸公文に登場する、佐々木スケサブロのモデルとされている。父は、笹忠直、母は、大木賢能の娘。によると、兄4人、姉1人。 弟二人がいた。戦国武将、笹成政の実施の彦にあたる。父の直直は、はじめ熊本の加藤氏、官営に、佐抜に移って、生駒高年に仕えた。しかし、生駒騒動が起きると、直期、直の一家も、佐抜を立ち抜くこととなり、その途上、瀬戸内の市小島で生まれた。そのため、陽名はしますけと言った。その後、父は、 大和の宇田松山藩の小田校長に仕え、少年期は宇田で過ごした。女王3年15歳の時に家の臨済宗明神寺の僧となり、祖圧死と合した。明神寺において本朝高僧伝等を表した仏教師野の万事元師番に指示した。後に、人間隆起にも学び、東の峰や高野山、比枝山に赴くなど、その他の宗派も積極的に修行した。 しかし、父母兄弟が殺されても復讐してはならないとする、盆毛行の一節を読んで仏教に疑問を持ち、密かに論語を読み授学に傾倒するようになった。遠方元年、三十四歳の時元属。江戸に出て、翌遠方二年九月、水戸藩に士官新物番犬士官編集となる。胸厚の若、立ち寄れば、花の木陰も仮ぬ宿に心と胸と吹く嵐かなお。 徳川光国が小示召しか,かえたという。遠方6年4月、士官勤務は元の通りに湘南土役となり、12月に100国が急せられた。天南元年活増されて300国となる。光国はその大胆さと見識を愛して側近として用いた。光国の下で大日本史の編纂に携わった商工官指の中心人物の一人であり、 とりわけ資料収集に多く派遣された。これは経営ならに関わり深い経歴にもよるものでも、あるが、各地を歴報して古典、文書を探索し、その真偽を鑑定する学力を有しているとされたためで、ある。特に遠方8年の高野山文書、天長年の東大寺文書の調査は、古文書研究の上でも構成に大きく貢献することとなった。また、 那須国造費の修復と調査、南高費の混流の現地監督を行った。元禄元年、士官総裁に任せられる。元禄9年、士官総裁を辞任。その後は、西山荘の三つ国に近似し、近くの不老沢にを構えた。元禄11年、不老沢の宅にて死去。去年59。なお、物語、水戸黄門の厚み角野心のモデルとなった。 朝サカタンパクとは、商工官の同僚であり、笹サ,サムの母姫文で、朝サカタンパクは、友人として、おおらかで正直、細かいことにこだわらない、よく酒を飲むなどといった、人物像を記している。明治40年11月15日、明治政府より、像14位。次女があったが男子なく、兄、宗信の,の子、創立を養子に迎えて、後を継がせたが、その修立も男子なく、 宝永元年に30歳で死去したため、直系の家系は継ぐ絶した。同族の子孫に、笹友夫、笹広尾、笹はつゆきがいる。大浦地域のお寺一覧紹介。う市。二2021年1月19日閲覧。各さんから見ると、助さんは、大おらか、酒飲み、大田原、不動き農家で、母ひ宅本展示。下付新聞。 http://www.shimotsuke.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ t o c h i g i スラッシュトップスラッシュニューススラッシュ20160509スラッシュ23190602016年5月9日閲覧田尻左辺、増意初見伝造保番上特使増意年表、p24。ありがとうございます。